はい、こんにちは。小林食品のアトリです。今日は豆腐の味噌汁の作り方を紹介していきたいと思います。では早速用意するものから紹介をしていきます。2人分の材料になります。まず豆腐、1/4丁、こちらがネギになります。お好みの量を入れてください。でわかめ、こちらカットわかめ、水で戻したやつです。でこちらがですね、かつおだし 400ml となっています。こちら味噌が 30g です。味の濃い薄いは、お好みありますので、少なめの量から味噌調整してみたらいいと思います。はい、では早速ですね、かつおのだしを、温めていきます。美味しいカツオのだしの取り方は別の動画でも紹介しているので、そちらを参考にしてください。カツオだし、ないよっていう場合は、顆粒のだしでも構いません。顆粒のだしを使う場合は、水 400ml に対して、顆粒だし大さじ1杯となります。水が沸騰した段階で顆粒だしを溶かしてください。だし温まったので味噌を溶かしていきます。はい、味噌を溶いたら次は豆腐を入れます。で豆腐を入れて1分ほど温めてください。はい、1分ほど温まったので最後にわかめとネギを入れて完成です。こちらでですね、豆腐の味噌汁の完成です。では実際に食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。かつおのだしがですね、非常に香っていて美味しく出来上がっております。家庭で作る味噌汁の中では一番よく作る味噌汁だかと思うんですけれども、非常に簡単に作れますので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。